フィリピンの東にある熱帯低気圧は、まもなく台風20号チャーミーになる予想です。こちら発生すれば10月としては2つ目の台風、今週後半、先島方面の天気に影響を与える恐れというのがございます。衛星画像でその熱帯低気圧の様子、確認をしてみたいと思います。こちらフィリピンの東にあります雲の塊、こちらが熱帯低気圧になります。現在じわじわと西の方向に進んでいるという状況。この後の進路の予想ですが、このままフィリピンに向かって進むという感じ。現在中心気圧1000ヘクトパスカルですが、この後990、そして週末には980ヘクトパスカルまで下がっていくという予想になっております。こちらの台風、今週後半になりますと先島方面などに影響を与えるという恐れがありそうです。波の予想、こちらの方に切り替えて見てみますと、この後火曜日、水曜日と波の高いエリアが南の方向から広がってくる予想。今のところ今週後半以降、特に先島方面、波の高まり、また東寄りのうねりなどといった影響が出てくる恐れがございます。台風や熱帯低気圧の最新の情報はウェザーニュースアプリで確認いただけます。